はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒に今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ですね、ニュースこちらから見ていきたいと思うんですが、コインベースがですね、NFT のマーケットプレイスをローンチしますよということが発表されていました。で、先日ですね、 NFT のマーケットプレイス同様に FTX もですね、ローンチ、これまでしていて、新たにですね、これまではソラーナベースだったんですが、イーサリアムベースもローンチますよということを発表していて、結構ですね、本当にもう至る、いろんな取引所が NFT のマーケットプレイスをローンチして、このビジネスに大きく参入するということが常に発表されているような今状況になってきてはいるんですが、じゃあどう違うのかっていうのが、結構大事なポイントだと思うんですよね。で、コインベースに関しては、もちろん NFT のマーケットプレイスとして、いいプラットフォーム提供していきますよということは、発表しているんですが、彼らとしては、いかにソーシャルネットワーク、SNS ですよね、例えば Twitter ですとか他のもいろいろありますけれども、そういったところと、融合していくかっていうところが大きなテーマとなっていくんじゃないかってことに、もうコメントしていて、いかにですね、そういったところの融合性を持たせるだったりとか、先日も確か Twitter と何ですか、融合するようなテスト画面っていうのが出てたんですよね。なので、もうすでにそのあたりもやってると思いますので、このあたりは結構先行してコインベースやってるポイントなんじゃないかなと思ってますので、注目が集まっていくんじゃないかなと思ってます。あとやはりですね、アメリカではコインベースの、プラットフォームというか、プレゼンスってかなりやっぱり高くて、このあたりは結構有利なというか、結構今後ですね、期待できるような位置にいるんじゃないかなと思うので、コインベースに関しての動向っていうのは常に注目をしていきたいと思います。で、あとはですね、アメリカの方でだけではなくて、世界で今ですね、コインベースに関してはブロックチェーンだったりとか、仮想通貨に対しての投資の、トップランカーなんですよね。なので、彼らがどういうふうに動いていくかっていうのは結構重要で、これ今回コインベースが NFT に取り組んでいきますよっていうのは出てきましたけれども、彼らは今からやっていくっていうよりも、もうだいぶ前から NFT の関連ビジネスをずっとやってることはあるはずなので、一気にここでガツンと加速度的にやってくるところもあるんじゃないかなと思うので、注目していきたいと思います。はい、次なんですが、ヘッジファンドをですね、世界的に有名なミレニアムというファンドがあるんですけれども、投資家じゃなくて従業員ですね、従業員に対して仮想通貨の取引をしっかりとですね、提出して管理するよということを発表していました。発表したとか従業員に通達したのを、ニュースになったということなんですが、で、先日もですね、オープンシーの従業員が、まだこの仮想通貨だったり NFT の分野に関しては、インサイダートレーディングの法律というのがしっかり整ってないこともあって、ある意味インサイダーみたいなことをやっていて、最終的にリストラにあってしまったということはあるんですが、そういったことを今後確実にですね、 SEC アメリカの証券取引委員会は、チェックしてくるでしょうと。で、それに対してしっかりと今から準備をしていきなさいよということだと思うんですよね。で、おそらくこれまでこういったニュースが出てくるということは、かなりインサイダートレーニングみたいなことが、あったと思います。で、実際に結構いろんなニュースでこの投資ファンドがここのプロジェクトに対して投資しますよと結構バンバン出てきましたよね。で、それによって大きく、例えばソラーナなんかものすごい上がり方してたタイミングがありましたけれども、おそらくそういった動きが、あったんじゃないかなと思うんですよね。なので、そういったところに対してファンドとしてどう対応していくかっていうのをやっぱり非常に今重要視しているっていうのがこういったニュースになっているのかなと思います。で、ここ最近は非常に企業もそうなんですが、ファンドもですね、 ESG という観点からの運用が非常に求められているので、非倫理的な行動っていうのがですね、もうなかなか許されないような状況になってきているんですよね。で、それを知らないからいいとかっていうような状況ではなくて、しっかりとちゃんと前向きに自分たちから管理してるっていう姿勢も出していかないといけないよねっていうのが、この、金融機関でもかなり厳しく姿勢としても求められているような状況になっているので、こういった動きになっているんではないかなと思っています。マーケットに対して我々は特に個人投資家にとって非常にいい傾向だと思いますので、この辺はありがたいなということで、しっかりとですね、僕らも利益が出せるように頑張っていきたいなと思います。はい、次なんですけれども、ビットコインがですね、来年ですね、
50万ドルいくんじゃないかということが、まあ、記事としてなっていました。でこれはまあどういうことかっていうと、まず一つポイントとしては、皆さんもご存知の通りストックトゥフローモデルというのがありますよね。でまあちょっとこちらには出てないかな、あって、まあ、例えば今年だったら10万ドル、来年だったら、ですね、28.8万ドルだったかな、それぐらいまでいくんじゃないかというふうに、まあ、言われているんですけれども、でそれっていうのはやっぱりこのビットコインサイクルっていうところも元にして作られたモデルだったりとかっていうのもありますので、まあ、そういったサイクルが来ることでどんどん上がってくるんじゃないかっていうことがまずはそもそもありますと。でその一方で今非常に注目されているのが、もうビットコインサイクルって成立しなくなるんじゃないかっていうことが今言われてます。でこれっていろんな理由があると思うんですけれども、まあ、本当に今非常にたくさんの参加者、例えばまあ、プレイヤーというふうに言いますけれども、例えば今だったら非常に多くのファンドだったりとか、まあ、個人投資家ももちろんこれまで参加してますし、あとはこれまで参加してなかった政府とかっていうのが結構絡んでくるようになったと。でそうなってくると、今までであれば比較的予想しやすかった、まあ、いろんな価格の動きっていうものがもうある意味予想できなくなった。でかつこれが世界の経済と連動するようになってきたりとか、あと各中央銀行の、まあ、マネタリーポリシーというふうに言いますけれども、金融政策と、強く連動するように今後なってくるでしょうと、今まで以上に。でそうなってくると、これまで、まあ、例えば4年ごとのサイクルだったりとか、そういったものがもう崩れてなくなってしまうんじゃないか。でそうなった場合ですね、じゃあ次は28万8000ドルだったら、そこよりもはるかに大きい、大きいというか高い価格にガツンと資金が究極に入ってきたとかっていうことが起これば、大きく上昇するんじゃないかってことが、今、まあ、注目として一つ、まあ、一つの仮説ですよとして言われています。でもちろんこの来年50万ドルとかっていう予想に関してはかなりマイノリティな意見かと思うんですが、ただやはりこのビットコインのサイクルがもう終わりなんじゃないかっていうのは結構いろんなところで今年だったり去年から言われてたりもするんですよね。で明らかに機関投資家のここ最近のブロックチェーンの投資っていうのが激しくなってきてると。でかつこれまでは EV というねですね、まあ、EV だったりとかクリーンエネルギーっていうような分野に本当にたくさん、まあ、特に去年の後半とかっていうのは去年のまあ前半とか中旬ぐらいですかねに、まあ、コロナ後にですね資金がどんどん入ってきたものが今は宇宙とブロックチェーンというところにテーマが移ってきているんですよね。でこのあたりやっぱり鑑みて見てみると、このブロックチェーンへの資金の流入額が今後さらに本当にさらに高まっていくということを考えると、こういったこともまあなきにしもあらずなのかなというような、まあ僕個人としては50万ドル来年行くとも思って全く思ってないんですけども、まあそういうふうな人たちが仮説として捉えて唱え出すっていうのも全然おかしくないような状況かなと思ってますので、まあそれぐらいな感覚で聞いているといいんじゃないかなと思ってますが、実際に投資家の資金がものすごく入っているっていう事実は忘れないでいたいなと思ってます。はい、次なんですけれども、エルサルバドルでですね、ビットコインが法定通貨化されて、国民がですねチーボウォレットですかねというものを使えるようになって、そこをアクティベートして、まあ、ウォレットを開けるとですね30ドルもらえますよというような、まあ、政策として始まったんですけれども、これがですね今非常に問題になっていて、 なぜかというと、この1人が1個当てがわれているウォレットがですね、なんとID カードだったり情報が盗まれて、もうすでにですねウォレットがまだ自分のウォレット開けたことがない人でも別の人が、まあ、勝手に ID 盗んでその30ドルのビットコインをですね抜き取ってるっていうことが結構今多発してるらしいんですね。で今データを見ると、エルサルバドルの国民のなんと5割がですねもうすでにビットコインのウォレットアクティベートしてるというようなデータになってるんですけれども、実際問題は、まあ、15% ぐらいでしょうと。でなのでまあ 35% のウォレットからはもう資金が引き出されているというわけなんですよね。でただお金が盗まれただけだったら問題ない、まあ問題ないというか問題あるんですけど、大きな問題ではなくて、なぜかっていうと、国民に関してはこのチーボウォレットを使ってくださいねと、これがあなたたちのウォレットですよというふうにも言われていて、でかつもうウォレットがアクティベートされて、しかも資金が抜かれているってことは別の人がそのウォレットにアクセスされているとしていると。でそうなってくると、じゃあもうそのウォレット使えないですよね。そこに資金入れたとしたら誰かが来て、あお金入ってる、また送金しようみたいな感じに、まあ、なってしまうと。
なので、まあ、今この状況を、まあ、見てみると、もしかすると突然ですね、エルサルバドルの方で、まあ、思ったよりも流通してないと、思ったよりも使ってない。で、使ってるのは本当の一部の人たちでも、セキュリティちょっと危ないから、これ使えないわ、みたいな感じに、まあ、なりかねないっていうのが一つ可能性としてはあるんじゃないかなと思うんですよね。で、もちろん今後、じゃあ別のウォレット使ってくださいとかっていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、一旦、今の現状を見てみると、思ったよりは、結構いいニュース出てきてましたけれども、思ったよりはうまく今いってなくて、結構苦しんでるっていうのが現状なんではないかなと思っています。で、今ですね、この国内で使えるウォレットっていうのはかなり限定してるんですよね。で、別のウォレット使ったりするのは違法というか、使えないようになってたりするらしいので、このあたりをですね、今後どういうふうに対処していくのかだったりとか、またこの他の国がですね、こういったことを導入するにあたって、どういうふうに行っていけばいいのかっていうのが、まあ、今後テーマになってくると思いますので、まあ、このエルサルバドルのですね、対応っていうのを今後注目をしていきたいと思います。はい、次なんですけれども、これちょっと前の、昨日ぐらいのニュースではあるんですが、JP モルガンのですね、ジェイミー・ダイモンさんが、ビットコインに関しては引き続きですね、まあ、もう価値ないよ、無価値だよ、みたいな、そんなことを言っていたと。ただし、銀行としてはですね、非常に顧客からの興味があるということで、サービスは提供していくし、なるべくというか、かなりクリーンなものを提供していきたいと思っていますよということが発表されていました。で、まあ、これはですね、まあ、いろんな、なんていうんですかね、観点が、このジェイミーさん、ダイモンさんはあるかと思っています。やっぱり銀行なので、仮想通貨が本当に、まあ、繁栄というか、我々が普段の生活で使えるようになると、ドルというものだったりとか、銀行の価値っていうのが、まあ、なくなるというか、もういらないんじゃないみたいな議論、やっぱり出てきてますよね。で、かつドルが必要なくなったら、じゃあもうステーブルコインでいいじゃんみたいな。じゃあそしたら銀行の意味何なのみたいな感じになっちゃうので、まあ、そういったこともあって、こういった発言になってるかと思います。で、実際に政治家だったりとか、まあ、あとは国の政策とのつながりとかっていうのもあるので、もう思いっきり、このビットコイン仮想通貨をですね、推奨できないような立場になると思うので、まあ、これが彼の本心かどうかっていうのは別なんですが、まあ、やっぱり顧客っていうのは非常に興味を持って、で、かつ JP モルガンとしてもそこに対してビジネスをしっかり提供している。で、JP モルガンっていうのは、まあ、日本でいうメガバンクなので、顧客に対してもすでにファイナンシャルアドバイザーを通じてビットコイン売ってるんですよね。なんで、まあ、こんなことは言っておきながら、ビットコインのビジネスに対していち早く動いている銀行でもあるので、まあ、こういった文言にですね、あんまり騙されている人はいないと思うんですが、そういったところにもまず行動を見ましょうというのが今一つあるかなと思ってます。で、今後もおそらくですね、この JP モルガンに関しては、かなりこのビットコインだったり仮想通貨の分野でのリサーチレポートのですね、まあ、先駆者だったりもしますので、まあ、そういったところも今後も参考にしていきたいと思ってます。はい。まあ、ちょっとちぐはぐな、ニュースでもあるので、ちょっと皆さんにご紹介をしました。で、次、今ですね、非常に注目をされているフィンテックの会社、ストライプですね。ストライプが、仮想通貨のチームを新たに立ち上げますよということが発表されてました。で、まあ、これまでですね、彼ら何もやってなかったってわけじゃないんですが、過去に、まあ、そういうチーム持ってたんですが、まあ、マーケットが2017年、8年に非常に悪くなったタイミングで、まあ、一旦解散してるんですよね。で、これっていうのは、他の金融機関もそうなので、まあ、普通のことなんですが、今回改めて、仮想通貨の、まあ、フィンテック、まあ、それをどう組み合わせていくかっていうところをビジネスとしてしっかりやっていきましょうということを取り組んでいくということが発表されていて、まあ、新たに人を募集したっていうのが、まあ、いろんなところで出てたので、それが取り上げられたということになってます。で、まあ、スクエアだったりとか、ペイパル、まあ、そういったところも含めてですね、今非常に力を入れている分野でもあったりしますので、まあ、こういったまた新たにですね、一つの、まあ、巨人というか、大きなプレイヤーが参加をして、かなり群雄割拠になってくると思いますし、まあ、これ我々にとって非常にいいことではあると思うので、まあ、いかにですね、このフィンテックとビットコイン、仮想通貨が融合していくかというところに対して、引き続き皆さんと一緒にニュースを追っていけたらなと思っています。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。引き続きですね、ビットコインに関しては、まあ、前向きな、上向きな、センチメントっていうのは変わらずかなと思うんですが、やっぱり毎日毎日上がるってことはないので、まあ、日によってですね、上下があったりながらも、まあ、上に上がっていくっていうようなことが、まあ、マーケットの常だと思うので、引き続きですね、マーケットを注意して見ていきたいんですが、まあ、たまにですね、なんか突然、
株式市場とリンクしたりそうじゃなかったりとかっていうのが、まあ、センチメントとしてもあるので、まあ、そのあたりも結構注目をして見ていきたいなというところと、あとはですね、10月に入ってきたりとか、まあ、あとはこのタイミングからもそうなんですが、結構テーパリングに対してのコメントっていうのもいろいろと出てくるとは思うので、まあ、そのあたりもですね、11月の2、3の FOMC に近づいてくると結構相関が高まってくるかと思いますので、そのあたりも皆さんにしっかりとお届けしていきたいと思います。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。